小倉菊子小倉菊子は日本を代表するホルテピアノ奏者の一人。岩手県一の関生まれ、東京芸術大学を経て、同大学大学院ピアノ科修了。アムステルダム音楽院を特別栄誉賞カムラウデイを得て、主席卒業。1995年、ブルージュ国際古学コンクールのホルテピアノ部門において、 第一位と聴衆賞を受賞したことをきっかけに、その名はより一層広く知られることとなった。バロックから現代までに至る極めて幅広いレパートリーを持ち、ソロのみならずアンサンブルも含めた多彩なコンサート活動を展開している。東京芸術大学古学科非常勤講師も務める。2013年のリンブ・モーツァルトの輝きのほか これまで40点以上以上の CD をリリースし、その多くが推薦版、特選版に選ばれる。2018年から、ホルテピアのアカデミーソクラを主催し、アカデミックな場だけでなく、開かれた場で、ホルテピアのじめ歴史的な鍵盤楽器と、それぞれの楽器の時代背景を踏まえた音楽に触れる、機会を提供している。音楽の玉出箱、小倉菊子の室内楽シリーズ。 様々な編成で知られざる作品を積極的に取り上げ、テーマを持ち、かつバラエティ豊かな楽しめるコンサート、ベートーベンを巡る女性たち、ピアノを弾きながら女性に愛を語ったベートーベン。プライベートな心情が告白されているピアノ音楽の成立には女性の影が色濃く投影されている。ベートーベンと関係の深い女性にスポットを当てたシリーズコンサート。 パトロンシリーズ、生活面だけでなく、精神的にも、深い関わりを持って作曲家をサポートしたパトロンの、功績を称えつつ芸術作品の真髄に迫る、シリーズコンサート、モーツァルトの生きた時代、2002年秋から始まったシリーズ、の生きた時代演奏会では、有名作曲家を取り巻く環境を探りつつ、当時の空気までを再現しようと試みている、モーツァルトの世界、 2004年、ソロ、室内楽、コンチェルトと3つの形態からモーツァルトの魅力に迫った。第一生命ホールでも用された公演などのシリーズを展開する一方、ソロ、室内楽、競争曲などバロックから近現代まで幅広いレパートリーで活躍。2012年からモーツァルトと彼にゆかりのある作曲家の作品を取り上げるシリーズコンサート小倉キ子の モーツァルトのクラビーヤのある部屋を開催中。当シリーズは2019年12月の第40回公演をもって終了の予定。他ハット AB、読売年間2016年版 P503。ありがとうございます。